彼は例えば違う関節決めようとしてます。それを彼は選んで、ね、開いて流しながら、あの左肘を押さえます。だからこう、このまま、からこう、流す。もっと上。で、流す。で、蹴る。で、はい、最後まで。本当、あの、肘、あるんですね。肘打ち出ます。で、受けます。で、か、で、力を取る。流す。ここまでです。で、私は肘通すとか、こう、まんま。感想ですとか、それは、それさ、させないために、彼は右手で、まず肘を押します。で、私は流して打つ。はい、八極拳ですね。愛、拓、正、高というね。相手の近くから入って、接近して、ついて、体当たりの肘打って飛ばすのが基本的なことです。それは太極拳とかで、ね、ジャンメンで相当で共通するものがあります。そこを意識して練習しないと太極拳は何も意味がありません。ベンチャーですね。やります。頂上ですね。別数度蹴りますね。寸体と見るという形で数度蹴ります。こう。というと天使体になりますね。まず静止からですね。この時はガウンケースとこう。こうですね。で一歩こうワーで相手パンチを蹴ります。開く動作ですね。力です。体の力でこう、そしてが挟む。でこう、こう体さばきします。でこうです。で決めをつけて、こちらこっち持ち替える。でこうですね。こうです。で体を張ります。で肘、ほんと肘力出しますけどね。練習ではありません。でこう下から差し入れる。でこう。1、2、3。